はい、どうもこんにちは、森山浩二です。今回なんですけど、メンズノンの12月号でビューティーピックアップという企画の方で取り上げられているアイテムがあるんですけど、そのうちの3つを紹介していきたいと思います。そしたらまず1つ目はこちらですね、イプサ ME で、これは6番、これは1番から8番までありまして、それぞれの人の肌の、皮脂率とかに合わせてそれぞれ1から8の間で適しているものがあるというやつなんですけど、使い勝手としては個人的にはなんか美容液に似てるかなと思うんですけど、なんか酸素かなが入っていて、肌がぷっくりするようなイメージです。ちょっと出してみますね。こんな感じです。なんかつけ心地はすごい乳液よりももっとサラッとしてて、化粧水に近いのかな、化粧水と乳液の間と言えばいいのか、そのぐらいの感覚で使えるやつです。肌がぷっくりするイメージですかね。はいはい、そしたら2つ目に紹介したいのがこちらですね、ラボシリーズのウォータージェルクレンザー RE。 これは普通に洗顔なんですけど、なんだろう、普通の洗顔でなんかちょっと固形とかなんかちょっとクリーム状なんですけど、これはですねジェルタイプになってまして、すごい滑らかな感じで飲みます。今これちょっと水つけてないんでこういう風になってるんですけど、これ成分的にはなんていうんですかね、肌を乾燥から守りながら汚れを洗い流してくれるっていうものらしいので、ぜひ使ってみてください。香りもすごい爽やかな香りで使ってて楽かなと思います。はい、そして最後に紹介するのがこちらですね、 5ism by 3から登場の Stay Together Color Grease という、グリースっていうことなんで、ジェル、コマードまではいかないけど、そういう感じのものだと思っていただければいいと思います。で、これの違うところといえば、名前にカラーグリースって入ってるように色がですねついてるんです。はい、こんな感じで、これはちょっとワインレッドっぽい感じですかね、色味が。これを髪の毛につけてもらうと多少やっぱり赤みが出るというか茶色っぽくなるんだろうなっていう感じがします。僕は元がね髪の毛ちょっと明るいんであれかもしれないですけど、黒い髪の人とかでも多分つければすごい変わりが出ると思うので、ぜひ試してみてください。なんかね、遊んで使えるかなと思います。ホールド力もあるので、香りもすごいいいです。自然な、なんていうんですか、オーガニックな匂いで、おすすめです。ということで、いかがでしたでしょうか。今回は3つアイテムを紹介したんですが、12月号のメンズノンのビューティーピックアップの方では他の商品も載っているので、ぜひ見てみてください。そしてこの動画がいいなって思っていただけたら、お気に入りとチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。またねー。